新人アイドルグループ、イムップの世界同時配信デビューと芸能事務所、トベの展望。エンターテイメント業界の注目ポイントを解説。日本のエンターテイメント業界において新たな動きが続々と登場しています。滝沢秀明式キる芸能事務所、トベが注目の新人アイドルグループ、イムップを世界同時配信デビューさせ。 その成功が話題となりました。しかし、このデビューには独自の背景とストーリーが存在します。本記事では、イムプのデビューから飛べの今後の展望まで、エンターテイメント業界の最新情報を紐解いていきます。イムプへの躍進。2020年10月、ジャニーズ事務所から独立し、インパクトオーズとしての活動を開始したイムプロを、 短期間で多くのファンを魅了しました。彼らはその才能と魅力により、業界内外から注目を浴びました。そして、イムップはジャニーズ事務所を退所し、滝沢秀明氏が主催する新たな芸能事務所、トベ、に所属することが決定しました。イムップへのデビューシングル、クルージン。 は、2023年8月18日深夜0時に世界同時配信され、わずか14分後には X、旧ツイッターで、クルージンが日本トレンド1位となりました。この圧倒的な反響からも、イムップが今後ますますの成功を収めることが期待されています。とべの台頭、イムップへのデビューが注目を浴びる中、 彼らが所属する新事務所、戸部もまた、その存在感を高めています。戸部は、滝沢秀明氏によって設立され、多くの実力派アーティストを抱えています。その中には、元 V6 の三宅県、元キング・アンドプスの神宮寺裕太、平野耀といった著名なアーティストも含まれています。神宮寺勇太と平野耀の戸部入り。 イムプへのメンバーとして活動していた神宮寺雄太と平野潮は、トベに所属することを決意しました。しかし、興味深いことに、彼らはイムップよりも先にトベに介入しており、すでに所属していたメンバーと共に新たなプロジェクトに参加していました。これにより、一部のファンは疑問を抱いています。 なぜ神宮寺雄太と平野耀はイムップよりも後発のデビューとなったのか、その理由を探ってみましょう。岸雄太の飛べ介入の噂。一方、元キング・アンドピスの岸雄太は、ジャニーズ事務所を退除することが決まっています。これにより、岸雄太が飛べに加入する噂が広まっています。 その背後には、イムップのデビューが彼の飛べ入りをより可能性の高いものとした要因が存在します。これについて、業界関係者や女性指揮者の見解を伺いました。見解と理由。神宮寺雄太と平野紫洋がイムップよりも後発で飛べでのデビューとなった理由について、業界関係者は以下のように語ります。 同じ元金プリの神宮寺平野は m ムップより先に飛べに合流していましたが、デビューは m ムップが先になりました。神宮寺平野は十分人気があるので、すでに楽曲を発表していてもおかしくないのに順番が逆になったのは、騎士の参加を待って3人で活動するからとの見方があります。 ここで注目すべきは、イムップメンバーである神宮寺ゆうタと平野紫耀が、すでにトベに加入していたが、デルーはイムップよりも遅かったという事実です。この選択には、岸ユうの参加を待つという戦略があったようです。岸ユうはジャニーズ事務所からの退場が決まっており、その後のトベ入りが期待されています。彼の加入により、トベはますます注目を浴びることでしょう。 トベの今後の展望。やめじゃにが続々と集結するトベですが、これに加えてオーディションで発掘された新人のお披露目も楽しみなところです。トベはその才能を持つアーティストたちを次々と迎え入れ、多彩なプロジェクトを展開しています。そのため、今後の展望には大いなる期待が寄せられています。新たな音楽、エンターテイメントの展開に注目が集まり、 ファンたちは飛べのさらなる成功を待望しています。結論。日本のエンターテイメント業界において新たな局面が次々と訪れています。イムプエのデビュー、飛べの成長、そしてシユうの加入噂など、これからの動向には注目が集まります。どのような展開が待っているのか、エンターテイメントファンとしてますます期待しています。 今後の飛べとそのアーティストたちの活躍に期待を寄せています。